こんにちは、西田明子です。今回はこちらの本、マインドフルネスが最高の人材とチームを作るを書かれた荻野純也さんのインタビューパート3です。今回は荻野さん自身がマインドフルネスに出会うことによってどう変化したのか、そして、お子さんとどんなふうにマインドフルネスに取り組んでいらっしゃるのか、また Google 本社はマインドフルネスを取り入れることによってどう変わっていったのかというお話をお伺いしています。お楽しみください。何が一番変わりましたか、そのマインドフルネスというものに出会った荻野さん自身は、はい、そこからちゃんと自分自身のことを、ちゃんと考えるようになったというか、はい、あれ本当にこの道でいいんだっけとか、本当にこれは自分がやりたいことなのかなとか、はい、そもそもその自分がワクワクする仕事なのかとか、はい、じゃあこの先に本当に自分の幸せがあるのかとか、そういうことは、はい、考えるようになりましたね。はあ、うん、ということはマインドフルネスをするようになって、ある意味マインドフルになったように聞こえるというか、考えるようになったってことですか。うんうんうん、よりその本当に大切なものは何かってことを考えるようになったってことですね。うん、今までじゃあ無意識的だったところから意識的に生きるようになった、うんうんうん、っていうことも言えるし、はい、そのじゃあ自分が当時意識してきたことっていうのは、要は社会の中でいいと言われる、評価される、キャリアだったりとか生き方だったりとか目標だったわけですね。それって誰かの価値観ってことですよね。そうそう、誰かの価値観なんです、はい、そう、じゃあ本当に自分の価値観なのかってことを、はい、あの真剣に考え始めたっていうことでもあるかなと。じゃあそれって自分を大切にするっていうこと、うん、言い方もできるわけですかね。シンプルに言うとそうですよね。荻野さんはお子さんがいらっしゃる、お父さんでもおられるわけなんですけれども、はい、なんかね、先日なんかのテレビかな見てたら、アメリカの小学校の授業でマインドフルネスを取り入れてるっていうのがあったんですね、うん、はいはい、今日本ではどうなんでしょう、学校教育でマインドフルネスっていうのは取り入れられてる場面もあるんですかね。ほとんどないですね。あ、そうなんですか、うん、そのお子さんがいらっしゃる中で、うん、あれですか、やっぱりその子供と一緒にちょっとマインドフルネスやろうとか、そういう時間もあるんですか。あ、自分の家でですか。はい、ありますよ、うん、ありますけど、どんな風にお子さんと、自分が朝瞑想するときに、はい、ちょっとこう一緒にやってみようかとか、はい、あと昔はなんか朝起きてやってるとこう膝の上に乗ってきて、はい、一緒にやってるんだか寝てるんだかっていう時間は結構ありましたけど、でもその小学生、あ、はい、お子さん小学生、今小学校2年生のお子さんにとって瞑想っていうのはすごく難しいような気がするんですね、うん、で目つぶって何するんですかって、どんな風にお子さんにその瞑想のガイドっていうか、こういう風にやってごらんってどんな言い方をされてるんですか。やっぱりこう大人みたいに5分とか10分っていうのはなかなか子供は難しいんですけども、はい、例えばお腹にこう手を当てて、はい、じゃあカエルさんみたいにお腹膨らませてみてみたいな、そうすると息を吸うとお腹膨らむじゃないですか。はい、腹式呼吸。そうそうそう、じゃあカエルさんみたいに引っ込ませてみてってこう、息を吐くわけですね、はい、じゃあこれをじゃあ5回続けてみてっていうと、はい、つまりこれ腹式呼吸でのそのマインドフルネスの呼吸になってくるわけです。あ、呼吸に意識を向けている、自分のこう呼吸に意識を向ける練習になってくるわけです、はい、これをこう何回か1日何回かとか、定期的にやっていくと、はい、結構こう呼吸への、注意の向け方がうまくなってくるっていうのがありますね。あ、なんか荻野さんのお子さんの場合ビフォーアフターがないと思うんですね、はい、多分生まれた時からお父さんマインドフルネスやってるからうん、うん、そうですよ ね、そうですね。でもやっぱりその、はい、あ、マインドフルネスをやっぱりやってるから子供にこういう影響があるんだなって親として感じられた場面ってありますか。でもそれは僕がマインドフルじゃない状態がやっぱりこう子供にはてきめんに伝わるってなるかもしれないですよね。あ、逆に自分がマインドフルじゃないのが、うん、でもみんな伝わるんじゃないですか、マインドフルじゃない状態って子供に。そう、うん、だからそこが実は課題があると思っていて、はい、要はよく言われるのが企業研修とかして、はい、その終わった後に質問する方がいらっしゃるんですけども、
いや自分の子供にやらせたいんですけど、はい、どうすればいいんですかってよく質問されるんです、そうそう、そういう方多いんじゃないかなと思ったんですよね、うん、しかもなんかお父さんとかお母さんがね朝夜やるんだったら子供一緒にできたら、うん、いい時間になる可能性があるなと。そうですね、はい、あので、答える答えっていうのはまずはあなたがちゃんと実践をして、はい、自分自身がマインドフルネスがこう常態化することを目指してくださいっていうんですよ、はいはい、大概いや親ってまず子供にやらせようとするんですよ。うん、ただ大人が親が整ってなくて、うん、結構こう衝動的に子供怒ったりしちゃうわけですよ、はい、その癖を持ってる親のもとで子供がマインドフルネスを、はい、な子供になるっていうのは、はい、無理断言しましたね今ね、無理無理です、はい、だって一番身近な環境がそうじゃないのに、はい、子供にそれやらせたって無理じゃないですか、思ったこと言っていいですか、はい、もうあの上司部下と全く同じだなと思って、一緒上司が、うん、マインドフルネスっていうのがあるんだよ、素晴らしいんだよ、やった方がいいよっつって、お前やってんのかよみたいなそういうことですよね。なんでしょうね、いいことを知ると周りにちょっとやらせたくなるんだけど、うん、そうそうそう、自分ができてるかどうかをなかなか振り返れないってありますよね。そう、そう、あの部下の方が受けてくれた、はい、研修受けてくれて、はい、あとよくある、意見は、はい、これ上司に受けてほしいんですけど、はい、上司にやってくれませんかっていうのもすごい多いんですよ。なんだと思います、その、人にやらせたいこのあるいは、うん、人を変えようとする願望、結局その要はよく言うじゃないですか、はい、自責でなくて他責にするっていうことですね。自責、自分の責任じゃなくて、何か自分の責任とか自分が変わることによって周りも変わるんじゃなくて、まず、はい、あいつが悪いからあいつが変わってほしいとか、子供ができてないから子供に変わってほしいとか、はい、こう何でしょう、起点が自分じゃなくて、はい、原因は自分にないと思い込んでる、はい、そのあたりもやっぱりマインドフルネスをやるにつれて、うん、ああ自分に原因があったなっていう気づきはビジネスの現場で起こってるんですかね。起こってますね。アメリカのグーグルがこのマインドフルネスっていうのは、まあ、ビジネスに取り入れるようになったのが最初だというふうに理解してますが、それが2007年からということはもう10年以上経ってるわけですよね、はい、その10年以上経って、うん、そのアメリカのグーグルっていうのは、うん、やっぱりすごい変化が起こってるんでしょうか。なんか怒ってると思います。怒ってるというか、実際やっぱ見に行かれたんですか。行ってますし、はい、一緒にその Google の本社でその瞑想やってるグループと一緒に瞑想させてもらったこともありますし、はい、僕はその Google で生まれた、マインドフルネスプログラムを今教えてる立場なので、はい、そういった開発メンバーとも会ってますし、はい、何を感じられますか、今の Google をご覧になって生で。まあ今直近で言うと、はい、ちょっとこうこの本当に、半年とか3ヶ月って分からないですけども、まあ、この数年いろんなその方々と会っていた印象は、はい、まあ、Google に入れるっていうのはやっぱりアメリカで言うと本当にこう一握りで、そうでしょうね、大学院卒だったりとか、はい、下手したらこう博士号持ってたりとか、はい、そういう人がいっぱい入ってるわけですよね。でも会う人会う人みんないい人なんですよ。いい人、いい人、ちょっと待ってください、でもいい人ってトリッキーな言葉で、うんうん、それこそ荻野さんは昔いい人で言おうとしてたと思うんですよね、うん、昔ね、うん、多分そのいい人とニュアンスが違う気がするんですけど、うんうんうん、今どういう感じでいい人っていう言葉を使われたんでしょう、はい、もうちょっとじゃあ説明すると、はい、やっぱ日本の教育ってまだ IQ、うん、いわゆるこう知能指数とか、はい、論理とか分析とか計算が大事だっていうふうに思われてる節があると思うんですけども、そのいい人っていうと IQ ではなくていわゆる EQ ってことですね。 EQ っていうのは感情の心の IQ みたいなものですか。そうですね、はい、二十数年前 EQ という本が日本でも流行ったんですけども、今で言うとこうエモーショナルインテリジェンスって言われていて、感情知性とか感情知性、はい、はい、って言われてますね、はい、だそれが高い方、要は自分のこう感情をしっかりコントロールできたりとか、はい、他者の感情とか理解して共感力があったりとか、大人な感じ、これもまたなんかすごい抽象的な言い方ですけどなんだ、人間力がある感じ、そう、人間力がある感じ、そうそう、人間力。いかがでしたか。
日本のビジネスシーンにマインドフルネスを持ち込んだ荻野純也さんのインタビューパート3をお届けしました。パート4は来週末アップデートする予定です。続きもお楽しみに。西田明子でした。チャンネル登録お待ちしています。そして明子ズブッククラブの参加もお待ちしています。説明はこの動画の下の説明をご覧ください。それじゃあ